おお謎のめちゃめちゃでかい木が落ちてる。すごい大きいね。大きいね。これ原寸大。原寸大。どういうんだっけ。すごいね。またハンプディになってる。じゃあエッグマン。もうあってもいっぱい食べたもん。ガンダムの方がウエスト細いんじゃないか。ガンダムと比べるな。ガンダム。これどんな感じなんだろう。すごいね、ちゃん。ね、動くんでしょ。動くと思うよ。あ、動くって多分こういうぐらいだよ。あ、手こう動かして。こういうの、あ、でも、いや、動かないよ、これ。わかんない。あ、でも、なんか夜中になる、夜中だっけ、夜になるとさ、なんかあれじゃなかったっけ、うん、そうだよね、光るんだよね。光るんじゃなかったっけ。すごいね。おお注目の的ですよ。うそうそ。冗談。じゃあ歩こうぜ。うわぁ、景色、綺麗な景色や。じゃあ、ほら。キス。行くよ。綺麗だね。眩しい。ザキースザキースってあったね。ブランドだっけ。ザキース、すごいね。本当だ、いろんなのがあります。ザキース。じゃあ海行こうぞ。今からちょっと海行きます。レッツゴーシー。レッツゴーシー。じゃあ似合ってるよ帽子。俺のやってますか。もうりっちゃんこれさっきりっちゃんにね被させてあげたんですよ。あの日差しがすごいから、うん、なんかあの暑いしかわいそうだなと思ってブカブカなんだけど、やっぱ可愛いよ。似合ってる。帽子欲しくなってきた。なんかさ、夏は帽子かぶった方がいいね。そう、日差しがポージングして。ポージング、ポージング、うん、帽子っぽいポージング。ダセなんかでも今かっこいいね。なんかアメリケンみたいなさこの格好が格好アメリカっぽい、うん、格好がアメリカンっぽい。イエーイイエーイ。まあ、さ、昨日食いすぎてさ酒飲みしてクソ顔むくんでんだよね。うん、すごくない。昨日さ結構飲んでたもんね。そうだね。あ、こっちか。場所がかむくんだ。むくんでちょっとすごい。まあそりゃあね、まあいいじゃん、楽しんだ証拠だよ。俺なんかやたらむくまない。わかりやすいね。わかりやすいんだよね。うん、しゃあないっす。みんな、そうだね。みんなむくむよ。いい景色だ。これ浜辺行こうぜ。うん。浜辺、あ、浜辺。前さ、行ったよね。前、結構前にね。結構前にね。ちょっとサングラスかけろ。目が。サングラスかけないともう目やられちゃうんだよね、俺。結構な高さじゃない。あれと思ったね。結構な高さじゃない。確かに。ワンちゃん気がした。でかと。あれと思った。俺なんかここにバーってあったよねと思ったよ。なんか意外とあれだね。おー、封鎖できませんだっけあれ。そう、レインボーブリッジ封鎖できません。だそりゃ、かわいいな。言うじゃん。封鎖で、なんでだろうの、あの一時停止した状態じゃないの。な、な、な。海どれぐらいぶりだろう。マジで本当どれぐらいぶり、うん、海に来たの。ブリブリ。いつ行った？江ノ島。あーかなぁ、ブリブリだね。パイナップスってある。やっぱこの適当がいいんだよ。クラゲがいる。クラゲだ。クラゲがいる。ほら、クラゲだよ。本当だ。え、これクラゲなの。え、クラゲ、クラゲ、クラゲ。クラゲだ。だから塩が引いたから。そうだね、あのクラゲがいっぱいいるよ。そっちもクラゲいるもん。本当だ。
ば。やば。なんか見つけた？え、なんか面白い。どんぐらい面白い？どんぐらい？え、貝だよ、貝。本当だ。ほら。私は貝になりたい。なりたいね。貝だ。貝ですよ。ほら。ホヤ貝っていうの？え？ホヤ貝じゃないか。違うだろうこれ。ただの石の化石じゃねえの。石の化石ってなんだ。んちゃん日本語読めんのかい？はい。びっくりした。柔らかくてびっくりしちゃったこれ。やわらちゃん？柔らかいからさ。やわらちゃん？柔道。石だと思う。柔道できそうだね。柔らかくてびっくりしちゃった。本当だ。黒帯だぞ。あ、黒帯じゃん。てててててれてててれてでしょ。でも普段ここまで来れないと思う。てててててでしょ。いや、あれやわらちゃんのオープニングだった気がする。普段絶対ここまで来れないよ。確かに。すごい。二人とも別々の会話してるの面白いな。会話成り立ってないよ。なんかあそこになんかテラスみたいなのあるよ。どこ？あ、本当だ。あの、なんかカフェみたいなとこがあるんだよ、あそこ、ね、あー、ここで酒飲むのも気持ちいいだろ。確かに。あー、みんなここでさ、テント張って休んでるね、うん、ほら、本当だ。なんかグランピングみたいな感じで、楽しそう。なんか顔の石やん。顔の石？そんなに驚くこと？顔の石あんだけど。クラゲよりビビるです。いや、クラゲの、あ、クラゲだ。クラゲいっぱいいる。クラゲいっぱいいるじゃん。クラゲがいっぱいだ。いっぱいだよ。ウミガメがいるかもしれない。それはないな。ウミガメの確定演出来た時の。てん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 って聞こえたらもうウミガメがいるっていう確定演出だから。僕が生まれたもう確実に確変入ってね。あ、もういるぞみたいな。面白くない？ウミガメがいるときは基本多分その曲流れるので確定演出でんてんてんいいよ、そうそう、いいよ。散弾してるかもしれない。もういい、もういいよ、うん、もういいね、ほら。一人何？一人 YouTuber やんの？一人、あ、一人動画ってこと？はい、じゃあ、順番に行きますけど、はい、ちゃんの心境は？いや、待ち遠しいですね、本当に。なんか、マジで早く、なんか10万人になって、みんなに会いたい。切実に。何その顔？ずっとこの顔、ずっと真剣な言ってる横の顔で。まあ、みんなこのチャンネルを知らないけどね、やってることは。まあね、陰ながらやってるって。あの初心をね、忘れないように告知せずやってるって。そう、だって今12人ぐらいだよね、チャンネル登録。13人になったかな。あ、13になったの？嬉しいよね、やっぱり。うん、なんか1人増えるだけでも嬉しいよね、うん、てか実感が湧く。ありがとうございます、ナマステ。勢い。これ見たかった。どれ？この木、うん、この木を見たかったの？そう。謎の木、砂鉄？小鉄？なんか、なんか、なんか見て、ドラゴンフルーツみたいなのができてる。なんだろうね、うん、実が出てきたよね。ね、面白い木だね、なんか。すごい、なんか剣みたいなのもある。お、なんかでっけえビッグストーンあんぞ。ビッグストーン、じゃあビッグストーン行ってきて、バーって。ビッグストーン。あれ、じゃあ俺より興味津々だな、ビッグストーン。あ、登れなかった。もう30近いから。登れなかった。ダメだよ、そういうことしか。登れなかった。これから俺はジャイアント呼べ。ダメだ。登れないんでしょ、知ってる。じゃあ石は登るもんじゃないから。え、じゃあやってみて。やらない。やってみて。あ、んちゃんの方が。あ、すごいよ。え、
大きい。君が好きそうな。すごいね、確かに。もう降りたのかな。よくいっちゃぶつけたね。めちゃめちゃでかい木が落ちてる。でかい木じゃないこれ。ねえ、やめてくんない。すげえでけえ木だねこれ。なんだよ、座ったら嫌だろ。真っ平だからやめてくんない。すげえでけえ木座っただけだよ。なんも変なんです。何勝手に勘違いしてんだよ。めっちゃ座ってて。なんでよ。いいが座ってて。早く。もう俺の言うことは絶対。はい、座って。おおほうほう。キャノン砲じゃん。じゃ何やらせてんのマジ。じゃあそろそろジャングルに帰るか。ジャングル帰ろう。じゃあね、じゃあまた迎え来るから。うん、どういうこと、うん、そう、また向かうか。ジャングル向こうでしょ、家。じゃあね、また向こうでしょ。じゃあね、またね、また動画ある。また動画あるとき呼ぶから。またね。またね。またね。今度来週ね。来週ね、また、うん、じゃあね。